ポーランドで行われたハンガーストライキハンガーストライキとはマハトマガンディにより始められた非暴力抵抗運動の方法の一つである。何らかの主張を世間に広く訴えるために断食を行うストライキの一種。飢餓によるストライキという意味である。略してハンストとも言う。公共の場に座り込み断食することで相手が要求を受け入れなければ、 餓死に至るという状況に追い込むことで注目を集め、自分の主に主張を通そうとしたり、それを世に広めたりするのが目的である。完全に飲食を断つのではなく水だけ、あるいは塩と水だけを取ったりする場合もある。また流動食だけという限定的な断食もある。ハンガーストライキは命をかけた抗議の自由行為である。投獄された同胞の待遇改善を求め、 ハンガーストライキをはじめ、マスメディアに、時々刻々と容態を報道された北アイルランド独立運動の党時は、死に至るまでストライキを止めなかった。その後、同国では、各地で暴動が起こった。このように死をとしたハンガーストライキは、強い社会的影響力を及ぼすことがある。日本でも、入国管理センターの入国者収容所で、収容の長期化や虐待への抗議のため、 非収容者たちによるハンガーストライキが繰り返し行われている。また、日本人も各種の団体や個人が行っている。特に世間の注目を集めた例としては、1992年9月、検察庁が金丸新と東京佐川急便との癒着疑惑を 政治資金規制法違反のみの略式基礎による罰金で幕引きを図ったことに青島幸雄が抗議して実施したものが挙げられる。太灯のハンガーストライキは30時間以上が経過したところで脱水症状に陥ったために緊急入院せざるを得なくなり中断を余儀なくされた。しかし太灯が呼びかけた検察庁に抗議の葉書を送ろうという運動には 多くの賛同者が現れた。後に検察庁は金丸に対して強制捜査に踏み切り、金丸は脱税で逮捕、起訴された。韓国においても、一人でもと並んで、よく行われる、抗議手段として知られている。新庄には、芝居の妻、長春香が病に倒れた夫を見舞いに来るも、門前払いされたことに怒って、息子の柴氏や柴明と共に断食を行って抗議。 したと記されており、おそらく記録に残る世界最古のハンガーストライキと思われる。なお、この事態に驚いた、芝居は妻に平謝誤りしたとも記されている。ロシア帝国の刑務所では、ゴロドーフカというハンガーストライキがよく行われており、それはソ連時代も続いていた。ありがとうございます。